はじめましての人も、いつも応援してくれてる人も、こんにちは、ヒトデちゃんです。おかげさまで、この度、ヒトデちゃんの活動を始めて、2年を迎えることができました。本当にいつもありがとうございます。ということで、今回、プロフィールというか、自己紹介もリニューアルしようと思って、今、撮影させてもらってます。まあ、2年活動してたと言いましても、まあ、正直 YouTube の方はあまりアップできてなくてですね、今年は YouTube 頑張ってたくさんアップしていきたいなっていう意味も込めて自己紹介取り直してます。なのでチャンネル登録はもちろん高評価やいいねと高評価一緒だねコメントなど応援どうぞよろしくお願いします。それではまず簡単なプロフィールから。ヒトデちゃんという名前で活動させてもらってます。茨城県のつくば市に住んでいまして、夫と子供1人の3人暮らしです。海の生き物の面白さとかを分かりやすく伝えるサイエンスコミュニケーターというお仕事をしてます。また自然科学教育普及団体地球レベルの代表をやらせてもらってます。で、経歴はですね、私実はその海の生き物を専門にしてるんですけど、実は出身は栃木県で海なし県なんですね。なんですけど、あのクラゲとかね、やっぱ海の生き物が好きで、あの海を目指して、あの新潟大学の生物学科の方で学ばせていただきました。その後、東大の大学院に入って、念願のヒトデの研究をしてました。でその後に、水産無脊椎動物研究所という研究所で調査員をさせてもらって、その後、ヒトデちゃんとして活動を始めて地球レーベルを発足しました。で海の生き物と言ってもですね、私が特に専門としているのは、まあ、ヒトデとかさっき言ったクラゲとかが含まれる骨なしって私が呼んでる生き物で、あの背骨のない生き物なんですね。私たち人間とか哺乳類とか鳥とかお魚とかは背骨がある脊椎動物っていう動物の仲間なんですけど、実は骨のない無脊椎動物っていう骨なしの生き物が実はたくさんいるんですね。しかも海にたくさんいるんですね。なのでそういう生き物にヒトデの研究中にたくさん出会って、もう面白いって思ったんですけど、あのやっぱりなかなか知られてない。海の中ってね、やっぱり私たちは水の中で生活はできないので、あまり身近ではないっていうのもあるし、まあ、小さい生き物とかも多いので知られてないんですね。でも骨のない生き物っていうのは骨がないので、形もこんな風に星形をしていたり、形もあと生き方ですね、暮らし方も私たちが、そんなことしちゃっていいのみたいな驚くような生き方をしている生き物がとてもたくさんいて、その自由な生き方をぜひたくさん紹介していきたいなと思ってサイエンスコミュニケーターをしています。骨なしについてはあの動画もあるので、ぜひ詳しく知りたい方は見てみてください。そんなわけで私には野望が2つあります。1つは骨なしという言葉を定着させること。ね、無脊椎動物ってちょっと難しい言葉なので、骨なしって言ったらどうかなと思って使ってるんですけど、もう世の中がね、骨なしって言えば、あ、無脊椎動物のことねってみんなが分かるような世の中にするのが野望です。あともう一つが骨なし水族館を作ること。やっぱり今の水族館ってお魚とかイルカとか背中のある脊椎動物メインなんですね。なんですなので、ぜひ骨なしだらけの骨なし水族館を作りたいなと思ってます。はい、じゃあ次に私がこの YouTube を通してやりたいことというのが2つあります。1つがさっきから言ってる骨なし動物をたくさん紹介すること。あの骨なし、多分見たことも聞いたこともない生き物たくさんいると思います。だからまずはそれを皆さんに紹介するっていうのと、あと、まあ、骨がないから形自由ってご紹介したんですけど、だから、まあ、ちょっと気持ち悪いって思っちゃったりね、これ本当に生き物なのって思うような形の生き物もいるんですね。
だからそういうものが気持ち悪いとかで終わらないように、あ、こういうところが面白いんだっていうのをどんどん紹介していきたいと思ってます。もう一つが分類学っていうのをぜひ皆さんに知ってもらいたいと思ってます。私その人手の研究をしてましたっていうお話ししたんですけれども、人手の研究って言ってもいろいろあるんですね。私は人手の系統分類学っていう、こう見つけた人手にお名前をつけて、それを生き物、たくさんの生き物をグループ分けして、その関係性とかこの進化の歴史をたどっていくっていう研究をしていました。この分類学っていうのが分かると、骨なしはもちろん動物、植物、この世、自然に存在するものの関係性が分かってくるんですね。なのでとっても面白い。骨なしのことももっと面白くなるし、あと図鑑です。図鑑が読めるようになります。図鑑ってね、多分何も知らないと写真眺めて名前見てへーで終わっちゃうと思うんですけど、分類学を知ってると書いてあるものからいろんな情報が読み取れる。あ、この生き物とこの生き物はちょっと関係性があるんだなとか、あの新たな発見がたくさん見つかります。なので骨なしを紹介するのと一緒に、この分類学っていうのも皆さんに紹介していきたいと思ってます。じゃあ最後に、私が活動を通して伝えたいこと、まあ活動する理由ですねをね、ちょっと2つほどお話しさせてもらいたいと思います。まず1つ目が地球を守りたいということ。やっぱり私、生き物もね、自然ね、地球が大好きなので、地球が守られていきたい、守っていきたいと思ってるんですけれども、そのためにはやっぱりまず知ることだと思うんですね。どれだけ多様な生き物がこの地球にいるのか、どうしたらそれを守っていけるのか、まずは知ることが大事だと思ってます。なので私、自分の活動を通して生き物の多様性、面白さっていうのを伝えていけたら、自然に地球も守られていくんじゃないかなと思ってます。次、2つ目は、私が生き物からもらったギフトをみんなにシェアしたいということです。私本当にたくさんの生き物と接してきて、大事なことっていうのは全部生き物が教えてくれたんですね。存在してるだけで美しいんだよってこともそうだし、それこそ生き方が自由でいいんだよっていうのもそうだと思いますね。私なんで着物着てるんだこの人って思った人もいると思うんですけど、もう骨なしに教わったんです。自由に姿形も生き方も自由でいいんだよって教えてもらって、着物姿で人手ちゃんをやってますね。まあそういうことの他にも、本当に生き物からもらったギフトっていうのがたくさんあって、それをシェアしていくことっていうのが私の使命だと思ってます。ということで、これからも人手チャンネル、どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録してねー。